い、皆さんこんにちは。恋愛とダイエットの先生をしております奥野沙織です。はい、今日も始まりましたというか皆さんお久しぶりでございます多分1ヶ月ぶりぐらいかな。めっちゃ YouTube 撮るの久しぶりなんですよ。まあ、ちょっとねサムネにもある通りプライベートちょっとねバタバタしてて、実は引っ越しまで完全に室さんと一緒に住むのであと1週間っていうところで、今日も室さんが来てくれて荷物を搬送するんですよ。なのでちょっと急いで YouTube を回してます。ちょっと引っ越しのね1日とかをちょっと撮ろうかなと思っているんです。皆さん更新が遅れてしまいました言い訳そう、あとね実は私のね概要欄にある公式 LINE を登録してくださってる方はお気づきの方もいるように、実は私もう一個ですね YouTube チャンネルを立ち上げたんですよ。ゆる恋心理学チャンネルっていう、これは私のチャンネルっていうよりかは私ともう一人ねこじらせもてこちゃんのかなちゃんと二人で恋愛とかねパートナーシップについて詳しく語るっていうチャンネルを立ち上げたので、それもあってねちょっと YouTube もバタバタしてたって感じなので、よかったらねその YouTube 概要欄に貼っておくのでそっちもぜひ見てってください。なんで私のこっちのチャンネルは多分プライベートの配信が多くなるんじゃないかなと思っております。で今ね朝の10時ぐらいなんだけど、もうちょっとしたら室さんが来るはずということで、引っ越しのね様子を撮りたいんだけど、皆さん元気でしたか？そう、あんだけね YouTube のチャンネルでもさ別居婚について語ったり別居婚失敗っていうのを語ったりしてて、やっと1ヶ月準備とかまた違うねお仕事とかをやってて、やっとね皆さんに報告できるというか、やっと住むよっていう感じでYouTube を回してました。そうだからね、みんなも気づいてるようにもううさちゃんたちがいないんですよ。室さん家に搬送されております。そうちょっともう部屋もね全くなんていうの荷物があんまりない状態で、今日で結構大きな荷物は全部搬送して、最終日はまだ1週間後なんだけど、それはもう本当にちっちゃい荷物だけって感じで終わる感じですね。そう、感慨深い。この部屋に4年住んだのかな。そうで、なんか私もさ最近そういう仕事も新しくね挑戦するチャンネルをね立ち上げたりとか、あとはまあね今もやってるゆる恋心理学の講座とかもね新しい生徒さんたちを迎えてやってたりした1ヶ月なんだけど、なんか私はこの部屋ですごい夢を叶えてきたっていうか4年前に書いたブログをねちょうど読んでたの。なんか感慨深いなと思って読んでたら、当時はもう結婚なんてしないみたいな、もうキャリアを積んでくみたいな感じで引っ越していったのが4年前なんだよね。ちょうど OL を辞めてもう起業するんだみたいな、私は自立した女性になるんだみたいな夢を描いてこの部屋に引っ越していったんだよね。当時さ脱サラもしてさお給料もさない状態、なんか多分手当ぐらいのない状態で当時 OL の時住んでた家賃よりも 2.5 倍ぐらい上げてここに引っ越してきたんだよね。そういうなんか4年前を思い出して、なんか今はもう全然ね状況も違って、当時みたいにパリキャリーみたいなキャリアを積むっていうより、私はもう今はこう女性のね幸せとかを配信してたりはするんだけど、でもなんか時の私がいたからなんかこの部屋に引っ越してきたと思うし、この町に引っ越してきたと思うんだよね。そうで、なんか私ね室さんと別にね新居に住むわけじゃなくて、室さんのお家に一旦転がり込むっていう形で引っ越しをするんだけど、それならさもっと早く住めばいいじゃんっていう話じゃん。結婚して入籍もしたんだしもう早く住めばいいじゃんって思われる方もいるかもしれないんだけど、私ね、この家もそうだし来たちょっと
そう、この街がね大好きなんですよ。そうだからなんかこの街ってすごい住みやすくて、またなんか室さんもね、ここにまた住みたいねっていうぐらい2人とも大好きな場所だから、それをね離れるのを私は寂しがっておりました。そう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 、ってことで室さんが来たので引っ越しの様子をちょっと撮っていこうと思います。また語ります。ってことで引っ越しの YouTube スタートです。でもなんか 1回でいけたね、うん、前回も。あともうあれじゃ全部処分でしょ。そう、大体処分。あとその小さいものはスーツケースで持っていく、うん、すごい軽トラ何年ぶりに乗ったんだろう。小学校以来かも。何十年ぶりとかじゃん。
思想とかで怒りそうじゃん。逆だよね。私の住みたくないを怒られるから怖いみたいな。逆だよね。逆だ、完全に逆です。もう生み出してない。え、しかもさ、田橋くんちゴミ出しの日決まってるでしょ。火曜日と金曜日。無理なんだけど。だって私も24時間 OK だったから。無理かも。え、てか出すだけって目の前。目の前、あの車の横に青いネットあるんだけど。それならいけるかも。同棲というものを初めてするかも。初だもんね。そうだね。だからほら、1週間いたりとかしたじゃん。1週間じゃん。違うでしょ、だって。24時間っていうか何日ずっとだよ。確かに私今までの彼氏っていうかさ、1週間とかいたことないかも。1週間弱一緒に過ごしたことないかも。1週間弱で1週間とかで、なんか2日3日が限界なのに。その旅行とかも長くてね。それに合わせたんだけど、自分でできる自信がなかったから。だけど意外にできた。意外にちゃんと。でも疲れたね。疲れる。そうか。引っ越しは。なんか昨日やっぱなんかこの気持ちを YouTube に撮ろうかなとか思ってたんだけど無理だったもん。疲れすぎて朝なんかむくんでた。なんか足がめっちゃ痛かった。ずっと立ってたからかな。昨日久々に本当になんかむくみスパッツみたいなのあるじゃん、前の最近使ってなかったんだけどマジ痛すぎて。でも持って行っちゃったからさ、ないってなって。たい焼き美味しそう。蔵前かも。え、ただしくんさ、一人暮らし歴何年？一人暮らし歴は、あ、でもあれか、ルームとかしてる、ルームシェアか、シェアルーム、ルームシェアとか。え、一人暮らし歴何年？一人暮らし歴は何年だろう。でもそんなだと思うよ。10年絶対行ってない。そう、うん、マジすごい。で、私ちょうど10年の。そう、32じゃん。調理師の時1年ぐらいしてて、
100人くらいか。そうね、トータルで。キップしないで。なんかさ、うん、10年、私もさ、だって大学まではさ実家だったじゃん、うんうん、10年も一人暮らしたんだと思った。でもその中で多分私、あ、でもお兄ちゃんと、でもお兄ちゃんと3ヶ月だけ住んで追い出されたやつ、追い出されたやつで、だからでもあれかも、多分4つぐらい家変えてるかも、上野のとこはその辺じゃん。右行ったら上あれじゃない？浅草の。あ、そうなの？うん、その辺確か。上野とか行ってないね。あ、行ったわ。上野行った。デート行ったな。桜？桜。ちょっと早かったけど桜。あの時ハグされた。付き合ってないのに。告白はされてた。告白してた。意外にボディタッチ多かった。多めだったね。手繋いでたら違ったんだ。だって昨日じゃないや、この前私の家の近くの公園でさ、ちょっと しみじみさ、思い出に浸ってた時、あの時だよ、手つないだの初めて。あの公園行って、あのカフェ行って、その帰り、その帰りでしょ。だからでもさ、まださ私もその恋愛恐怖症っていうかさ、あのこじらせ中だったから、なんかそのやっぱそういうのされるとさ、チューされるとかさ、ちょっと怖いわけ、またこいつチャラ男かってなってた。そしたら普通に返してくれたから。返したよ。よかった。ちゃんと返した。クソ真面目だ。クソ真面目。真面目。真面目だったよね。あの時さ、その初デート行った時にさ、あのピクニック、初デートじゃないの、その公園、ピクニックしてたじゃん、してた、あのもうなくなっちゃったけどさ、あのサンドイッチ買ってさ、あ、もうなくなっちゃったんだけど、そこなくなっちゃったの、そう2店舗ぐらい変わってんだよなくなっちゃって、そこで美味しくってさ買って、買って持ってって公園行ってさ、公園行ってさ、レジャーシートと水筒持ってたよね。私そんな男性初めて出会ってちょっと引いたもん、ちょっと引いたちょっと引いたもん、なんか女子力高すぎて。レジャーシートいいでしょ、そう、まあ、いいけど公園行くみたいなこと繋がったけど、公園行くって言ってて、しかもなんか、いや水とか買えばいいじゃんって思ってたタイプだったから、当時ね、この人なんでこんなになんかすげえな、すげえっていうか、なんかちょっと引いちゃったもんね、なんかえってなって、ひどい今だから言える話なんかその当時まだほら後遺症は残ってたか、こじらせの、だからなんか、いや、なんかこうちょっとその女子力高い女子男性に対しての免疫ないからさ、そういう男の人って浮気とかそういう傾向があった？え、違う、そういうのじゃなくて、そのなんか俺についてこい系男子が好きだったから今まで、あの、なんかちょっと女々しいなって思っちゃったちゃんとしてる、そうそう、ちゃんとしてる、だからそういう男性に出会ったことないから、でなんかそのなんてか弱く見えるって大丈夫そうってなって、だけどなんか逆にそのそういうさ、あ、なんかえみたいな感じだからさ、自分も素出しやすいじゃん、なんかそのあ、かっこいいとか思ったりさ、あ、好きみたいなら女子はすればなかなかその本当の自分って出せないじゃん、だから良かった、私にしては狙ってたか、何狙ってた、狙ってた、絶対嘘です、絶対嘘ですから、これ左行ったら東京ドーム、確か、あ、そこら辺面白い、トラック、トラックで軽トラで、お腹空いたな、クークークークなってる、食べる、食べよう、夜に、わー、寒いし、ここさ、ライブで行かなかった、もう行った、ね、行ったよね、ライブで行った、なんだっけあれ、バオク、バオクだ、ということで、今からちょっとドライブトークをお届けしました、今から室さん家に行きます、
腰が無事搬送されてお昼ご飯を食べました。かっぱ寿司何食べようかな。これ何好んだら来る感じ。縁側全然沙織が食べさせてもらえないんですけど全然頼ませてもらえないんですけど、びっくり、びっくりですね、びっくりですね。全然見れないもんだ。先頼み。はい。兄さんで行けた。兄さんで行けた。あ、しらす、しらす頼んでるし。頼むの、まだめっちゃ頼んだから。私全然頼んでない1個しか。びっくりするんだけど。全然食べてない。自分のじゃん。みんなあの小野さん優しいと思った。うん、もう来ないですね、うん、これからよろしくお願いします。ドキドキ。二人でさ、住んだらさ、うん、いろいろさ、うん、開けたりさ、なんか一人じゃない楽しさがある。いろいろ相談しないといけないし、あの結婚式。本当に、うん、まずあれだね、顔合わせじゃん、うん、ほら私まず顔合わせが大事、うん、そうね、でも7時までに帰ってくる。それいいよ。5時に寝まして、1時間近く。なんかさ、ゴールの時さ、うん、絶対帰ってくる10時とか、うんうん。早くて9時とかだったから。いやだ。タラス君も結構早いじゃん。これびっくりする。自由ですか。どっちか
の話どっちか絶対聞いてないもん。それでも成り立つ夫婦は、うん、それぐらいがいいんじゃない、もしかしたら。何時間やってたんだろう、朝から9時ぐらい、正しくは今何時、6時間ぐらいやってたかな、もっと8時間ぐらいやっておりました。無事ローズハウスにやってきました。背景がね、白から青に変わっただけでここだけ見るとさ、ムロザンチにサオリ色が浸食し、なんか浸食してたって感じだ変わってないもん、ほとんど。よかった、ソファーなかったしね、いい感じ。え、なんで、だいぶ片付けられたもんね。新婚生活が始まります。やっとね。やっとだ。言ってさ、だってさ、プロポーズってもう1年ぐらい経つ。うん。もちもち。だよね。結婚してはまだだけど、入籍してはまだだけど。新婚生活の1年は2人とも別々に過ごす。でもなんか最近住んだ人が多いよ。結婚式も終わったのに、うん、もうやったのに、うん、まだ住んでなかったらしいし、だってお母さんも言ってたもん、昔はその、うん、結婚式終わったら一緒に住むみたいな、みたいなので、これからはね、これからの私の YouTube はこちらで撮っていこうと思います。今日の一日お引越しデーをちょっとYouTube に上げてみました。またね、撮ると思うので、皆さん YouTube の更新楽しみに出てください。はい、ということでこの動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。またねー。